フランツヨーゼフ一世の肖像が刻印されたオーストリアのドゥカート金貨。ドゥカートは中世後期から20世紀の後半頃までヨーロッパで使用された硬貨。同時期を通じて多様な金属で作られた様々なドゥカートが存在した。ベネツア共和国のドゥカート金貨は中世のヒュペルピュロンやフローリン、または現代のエーポンドやベイドルのように 国際通貨として広く受け入れられていた。ルッチェーロ二世のドゥカート銀貨。片面には福音書を持ち、五行の指したキリスト像が描かれており、もう片面には大きな十字架を持って向かい合うルッチェーロ二世とその息子のルッチェーロ公が描かれている。ドゥカートという単語は中世ラテン語のダカタスが語源である。こうした効果が初めて発行されたのは、 シチリア王ルルチェーロ二世統治下のプッリアで公国であったと考えられている。1140年に彼は、キリストゾートシットティビ、クリースタ、ダタス、クエムツレジスイーステダカタスという文句が刻印された、効果を鋳造した。ベネツヤ共和国のドージェ、エンリコ・ダンドロは、ルッチェーロ二世の効果からデザインの影響を受けた、ドゥカート銀貨を導入した。しかし、 ベネツィアのドゥカート金貨が次第に重要度を増した結果、ドゥカートという言葉はこれらの金貨のみを指す言葉となっていき、銀貨はクロッソと呼ばれるようになった。1200年代のベネツィアの貿易は、東方から買い付けた物品をアルプスイ北で販売するという形態であった。彼らはこの買い付けの際に、ビザンツ帝国の金貨を使用していたが、ビザンツ皇帝のミカエル発生。 パレオロゴスが1282年のシチリアの番頭と呼ばれる暴動を支援した結果ヒュペルピュロンの価値は低下した。これは繰り返されるヒュペルピュロンの価値低下の一例に過ぎず1284年にベネツィア共和国代表議会は純金制の独自の効果を発行することでこれに対応した。フィレンツェ共和国とジェノバ共和国はどちらも1252年に 金貨を発行しており、特にフィオリーノ金貨はヨーロッパの金貨のスタンダードになっていった。ベネツィアは彼らのデカートをフィオリーノのサイズや重量に準じたものにしたが、両国の度量高精度が異なっていたため、重量にはわずかに差があった。ベネツィアのデカートは99.47%純度の金を 3.545g 含んでいたが、これは当時の夜金技術で生成できる 最高峰の純度であった。ベネツィアのドージェ、ミケーレステーノのドゥカート金貨。表面には、ひざまずくドージェに、ゴンファローネを授ける聖マルコが描かれている。裏面には、星々を背景に立つキリストが楕円形の枠の中に描かれている。ドゥカート金貨は、ドゥカート銀貨に突き詰めれば、ビザンツの銀貨に由来する。表面には、 ベネツィア共和国の守護聖人である聖マルコの午前で、ひざまずく同時の姿が示されている。聖マルコは、福音書を手にしており、同時に、ゴンファローネを授けている。左側の名、SM ・ベネットは、サンクトゥス・マーカス・バネティの当時語で、右側の名、ミクエル・ステンは、同時の名前を表している。名前の隣には、彼の称号の DVX が示されている。裏面には、 星々を背景に立つキリストの姿が、楕円の枠内に描かれている。裏面の名は、ルッチェーロ二世紀のデュカートに刻印されているものと、同様である。後継の同時たちもデュカートの鋳造を続け、手を加えたのは、表面の彼らの名前だけであった。1400年代、デュカートの価値は、銀貨換算で124ベネツィアソルドと、安定していた。このことから、 ドゥカートという単語は次第に金貨そのものだけでなくこの量の銀貨を表す言葉としても使われるようになった。しかし1567年のイングランド王国とスペイン帝国の衝突により金の価格は投棄しこの金衡は崩された。この時点でドゥカートはドゥカートでゼカと呼ばれておりこれが短縮してゼッチのさらに点火して飼育員と呼ばれるようになった。 レオナルド・ロレダムは新たに2分の1デュカートを鋳造し、彼の時代の同時であるアントニオ・グリマーには、さらに4分の1デュカートや105デュカートなどの多様な効果の鋳造を行った。こうした効果は、すべて1284年の元々のデュカートのデザインや重量を受け継いで作られていた。西洋の鋳造貨幣において、鋳造時期の刻印が一般的になった後も、 ベネツィアは1797年のナポレオン・ボナパルトへの降伏まで日付の刻印がないドゥカートの鋳造を続けた。コムーネディ・ローマの元老院が金貨を導入する際、フィオリーノやドゥカートは模倣する良い見本になると考えられたが、元老院の経済を握っていたフィレンツェ人たちは彼らの効果が模倣されることのないように働きかけた。その結果ローマ人の効果は、 聖ペテロの前にひざまずく、元老院議員が表面に楕円の枠内で星々を背景に立つキリストが、裏面に描かれた、ベネツィアのドゥカートを露骨に模倣したものとなった。教皇たちは後にこうしたデザインを改めたが、1500年代まで、重量やサイズが同じドゥカートを鋳造し続けた。ベネツィアドゥカートの模倣品のほとんどは、ベネツィアが買い付けで、 多くの金銭を使っていたレバントで作られた。聖ヨハネ騎士団の騎士たちは、表面に総長のデュードネード保存が、聖ヨハネの前でひざまずく姿が描かれ、裏面にキリストの墓に座す天使が描かれたデュカートを、鋳造していた。しかし、彼の後の総長たちは、より正確に、ベネツィアのデュカートを模倣する方が好都合だと考え、ロドス島やマルタ島でそうした。 模倣品の鋳造を行った。ジェノバの商人たちはさらに踏み込んだ模倣をしていた。彼らは、日を筋までドカートの模造品を鋳造していたが、それは、技術的な成功さのみでしか本物との区別がつかない、明らかな偽物であった。こうした質の低い模造品は、貨幣の純度によって高い評価を得ていたベネツィアにとって、問題であった。ミテリーニア、ポカヤ、ペラなどの都市で、 ジェノバの商人たちが鋳造したドゥカートがほとんど減損していない事実からは、ベネツヤ人がこうした模造品を発見し次第とかして処分していたことが伺われる。フェルディナント3世が描かれた100ハンガリードカート、ベネツヤ共和国は極めて活発な貿易国であったが、西ヨーロッパにおいては彼らは主に貿易品を販売しており、一般的にこの地域では、 ドゥカートよりもフローリンが多く用いられていた。だが、ハンガリー国王のカーロイン一世が、金貨の鋳造を始めた際、模倣したものは、ベネツヤのドゥカートであった。彼の息子のラヨシュ一世は、ドゥカート風の聖ヨハネの立ち姿を、フローリン風の聖王、ラースローの立ち姿に変更したほか、後に、フィレンツェのユリを、自身の紋章に変更したが、金の純度は維持していた。 1400年代、純金で作られたフローリンを、ドゥカートと呼び、価値の低い模造品のフローリンを、グルデンや、ゴールドグルデンと呼ぶことで両者を区別していた。1524年、神聖ローマ皇帝のカール5世が、ベネツア共和国のドゥカートを、グルデンよりも39%高い価値で、帝国内の標準通貨とした際、彼は、この区別を認識していた。彼の弟でに、 後継者になるフェルディナント一世は1526年にハンガリーの王位を継承した際、このシステムをハンガリーにも持ち込んだ。これ以降、ハンガリーの金貨の中でも純度の高いものはドゥカートと呼ばれるようになる。こうした金貨は純度が高いためヨーロッパ中で受け入れられた。スコットランドオークラ教は国王さえ賭博にこうしたドゥカートを用いていたとの 記録を残している。ハンガリーは、ドゥカートの鋳造を98.6%純度の金を3 5ム使って続けた。ベネツィア・ドゥカートが一定のデザインを守り続けたのとは、対照的に、ハンガリー・ドゥカートは、理面の紋章が、情勢に応じて、しばしば変更された。1470年、マーチャー主一世は、理面の紋章を、聖母マリアに置き換えた。 ハンガリー王国は1915年まで、すなわち、オーストリアの統治下でさえドゥカートの鋳造を続けた。これらは貿易用の効果として使用され、後年再鋳造されたものもある。オランダの反乱の結果、オランダ共和国は国内7州の通貨管理が可能となった。しかし、1583年にアンジューコー、フランソワの統治が破綻し、貨幣に名前を付けるべき、 憲法上の統治者が不在となった。彼らは広く受け入れられている外国の効果を模倣するというこの地域の伝統に立ち戻ることとなる。このケースではもはや用いられなくなった効果を模倣することで政治的な面倒を回避した。カトリック領王が発行した金貨はドゥカートを模倣したものであり、オリジナルと同様にドゥカートと呼ばれた。 彼らはハンガリー・ドゥカートを模倣した効果も発行したが、これ以降のオランダ共和国の貨幣はこの効果の強い影響を受けたものになる。オランダが世界規模の覇権的な貿易国家になるに応じて、これらのドゥカートの影響力も国際的になっていった。オランダ1724年の金貨、ユトレヒト・オランダで鋳造されるハンガリー風のドゥカートは、初めのうち、 模倣の元となったハンガリー・ドゥ・カートと同様に、表面に王冠と斧を持った聖王、ラースローの立ち姿が描かれていた。裏面のデザインは、マーチャーシュ一世が変更する前のハンガリー・ドゥ・カートに、習い、鋳造した衆の紋章が描かれていた。表面のデザインは、次第に、国内の七衆を表す七本の矢と剣を持つ騎士の立ち姿へと変化していった。 カンコーディア・レスパール・クレスという名は、サルスティウスの言葉カンコーディア・パービレス・クラシンとディスコーディア・マキシミー・ガイレイ・ブンターの一部。また、効果を発行した州の名前も刻まれている。理面は MOORDI、プロビン・フダー・ベルック・ AD ・レック・ IMP。ナポレオン時代にはバタビア共和国とルイ・ボナパルトがこうしたデザインのドゥカートの鋳造を続けた。 4オーストリア・ドゥカート1400年代、西ヨーロッパの国際的な貿易商たちは、業務で用いる通貨として、フローリンよりもドゥカートを好むようになっていった。統治者が貨幣を改める際、ほとんどの場合ドゥカートが、モデルとして利用された。マムルーク町のアシュラフィ、オスマン帝国のアルトゥン、カスティーラ王国のドゥカート等がその例として挙げられる。マクシミリアン一世の貨幣改革により、 1511年にオーストリアでのドゥカート金貨の鋳造が始まった。この金貨は1857年に法定通貨としての地位を失うが、オーストリアは第一次世界大戦の影響で1915年に終了するまでドゥカートを貿易中華として鋳造し続けた。また、それ以降も1915の名の入ったドゥカートの 最中像を現在に至るまで続けている。だが、スペインのアメリカ大陸植民地で豊富な銀資源が発見されると、スペインドルが国際貿易で用いられる支配的な通貨として、ドゥカートにとって変わった。1913年頃、ドゥカート金貨の価値は9シリング4ペンスと同等、または2ドルより若干多い。デカート銀貨はこの半分の価値であるとされた。 現代においても、いくつかの国の造幣局は投資用やコレクション用のドゥカートを鋳造・販売している。1934年に、チェコスロバキアで発行された10ドゥカート金貨は1.1063オンスの金を含んでおり、全体で3 4 9ムだった。この効果は68枚しか鋳造されておらず、極めて珍しい。1645年に、 エアフルトで鋳造されたジュールカート効果には、スウェーデンのクリスティーナ女王が描かれている。ありがとうございます。